Hi, I'm Naoto, one of the knife nerds at Knifewear. We recently interviewed Maruyama-san, the sharpener at Hado Sakai. He's a very interesting character. He started his sharpening journey at the age of 37, and he's only been doing this for 5 years. But look at how well these knives are sharpened. Stick around and watch the whole story about him. おはようございます、はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、野村さん、一番最初に簡単な自己紹介をしていただきたいんです。はい、坂井波動の刃付け担当しています、丸山と思ってます。よろしくお願いします。刃付け始めて5年経ちました。で、2年半ぐらいはほぼ修行して、まあ、2年半ぐらいですかね、修行に出て、もともとは片刃の職人さんのところへ修行に出てて、自社で工房を持つことになって、帰ってきてからはしのぎ付きの両刃ですね、それの刃付けをしております。はい、ありがとうございます、はい、今丸山さんおいくつになられましたでしょうか。42歳になりました。割とこう若手ではあると思うんですけど、社会の中では。でもまあ職人としてはもういい年頃にしてはキャリアが短いという。もともと始めたのは37ぐらいから始まったので、だいぶ遅々のスタートやったと思います。そこで少しその丸山さんのここに至ったストーリーを引き出していきたいなというところがありまして、37歳で刃付けを始められたっていうことなんですけれども、それまでのことをお話ししてもらってもいいでしょうか。どういった経緯で今いる会社に入社されたんでしょうか。入社のきっかけというか、特に普通に就活をしててっていう風に入っていたんですけど、なかなか僕が大学卒業したあたりって日本氷河期というか就職氷河期やったんで、結構僕もそれを食らってしまって職業転々と結構してたので、その前とかは本当にいろんな、割といろんな仕事をしてきて、全然関係ない仕事をよくやったんですけど、そろそろ給料面に僕も不安、結婚を控えてたので、ちょっと給料面に不安があったので、ちゃんとした仕事に行きたいなぁと思って、で特に園芸関係とか刃物に興味があったというわけでもなく、もうその時はのべつ関係なく就職活動してたんですね。まあそこでたまたま声かけていただいたのが、まあ服やったという経緯で、そこからはまあ営業をとして、まあ、頑張っていましたね。それがおいくつぐらいの時になるんですか。それが刃付けする3年前なので、34ぐらいの時、もう入社自体も遅かったんですけど。3年間営業された中で刃付け職人、これ大きな変化というかターニングポイントだと思うんです。何がきっかけで刃付け職人、この職人の世界に足を踏み入れようという決意に至ったのかっていうのを少し聞きたいなって思います。刃付けをしようと思ったというよりも、営業自体にあんまり面白みを感じられなかったというのがちょっと実際のところで、なかなかこう成果も上がらなかったので、まあどうしていくべきかなとちょっと悩んでたところで、まあ、知人の紹介で包丁の研ぎ直しの職人さんを紹介していただくことになって、まあその方に会って、まあ、自分でお客さん捕まえるんやったら、技術は教えてあげるよっていう話をいただいて、そこで、まあ、研ぎ直しの職人になった方が面白いやろなと思って、結構安易な考えで始めようと思ったのがきっかけです。その方に会った次の日に、僕も会社を辞めて、そっちの業界へ行きますと、会長に進言したところ、知り合いの刃付けの職人紹介したるから、お前給料出したるから、そこ行ってこいよということをいただいて、どうしようかと、会長の意見とその研ぎ直しの職人さんとどっちへ行こうかなと思ったんですけど、やっぱり給料もらえるって、もらいながら修行できるっていうのが魅力的だったので、
じゃあ刃付け屋さんの方に行こうかという流れになったんですけど、その当時僕刃付け屋自体が何の仕事してるのかもわからんままに、研ぎ直しの職人と刃付けの職人の差が全くわからんままに刃付け職人になるっていう、ものすごく安易な感じでなったのがきっかけですね。なるほど。で、じゃあそこからですね、ちょっと修行してこいっていうふうに、そうですね、から言われるわけじゃないですか。修行中、その技術的なところもそうだし、この精神的なところの苦労っていうのを少しお話ししてもらっても大丈夫ですか？はい。実際、僕修行行った修行先の刃付けの方が、かなり優しい方だったんですね。苦労という苦労が実はそんなになかったくて、その前に営業やってたんですけど、営業の時がちょっと、いろいろしんどいなと思ってたので、それに比べるとはるかに楽しいというか、ただゴールがちょっとなかなか見え、始めたばっかりの時、どう形にしていくかとか全然わからん、まあ一個の作業だけをこう結構やらされるというか、最初出刃の歪みを何時間もずっと取り続けるとかいうのはなかなか、苦しいとも言えなかったですけど、なんかこう一つのことをこうずっとやり続けるっていうのはもしかしたら、まあ、苦しいことかもしれないですね。でも私は割とそういう同じ作業をずっとやるっていうのは結構得意な方で、基本的に苦しいということはあまりなかったです。じゃあ今度は逆にですね、修行中嬉しかったこと。そうですね、やっぱりなんかこうだんだんいい形に持っていけるようになったっていうのがやっぱり一番嬉しいというか、最初はもう荒研ぎだけをまあひたすらやったり、何のための作業かよくわからん作業、ここをこう歪み取ったらこの後の作業にこんだけこうつながってきてるんやなっていうのがだん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 理解できてきて、それが分かってくるとやっぱ楽しく、どんどん楽しくなってきますね。歪み取ることのこだわりさってなかなかこう伝わりにくいと思うんですけど、やっぱ打ち物なんでどう歪み取っていくか、その辺を理解できてくるとやっぱ楽しくなってきますね。なるほど。じゃあ丸山さんにとって師匠っていうのはどなたに当たりますか？一応その最初に行かせていただいたのが中村刃物製作所っていう中村さんという方なんですけど、そこへ最初に、まあ2年半、基本的には出刃をこう得意とされてる方で、その当時も僕出刃を結構基本的にはよく研いでいました。なんか昔はやっぱり社会分業なんですけど、さらに分業で刃付け自体も、まあ勝負の職人と出刃の職人、なんかその辺が結構分かれてたりしたんで。で、中村刃物さんは出刃の職人の流れをこう組んでる職人さんだった。こう結構小さい出刃から大きい出刃、もっとまあもちろん勝負も解くんですけど、まあ出刃を解くことがかなり多かった。でそこでまあ大体もう刃付け屋さんのいろはというか一連は習いました。そこからまあ工房できて、うちの会社で一体何を作っていくかってなった時に、ちょっと出刃ばっかり作っていくわけにはいかへんな。ここから両刃のそれを研ぐっていうことになって、なのでその時にちょっとやり方を教えていただいたのは矢内さん。矢内さんにしのぎつきの両刃を教えていただいて、まあ、矢内さんもその森弘さんという方から教えていただいて、まあ、その方にちょっと了承をいただいて、それを研がせていただけるということになりました。あと今波動の片刃に関しては野村さんという方に刃付けをしていただいてるんですけども、その方もまあ80超え、もう現役で多分生涯現役っていう感じでやられてるので、その方からもいろいろ惜しみなく教えてくださる方で、野村さんにはちょっと感謝しています。なるほど。でちょっとこう、まあ、質問というか、まあ、はい、戻るんですけど、さっきおっしゃってたみたいに丸山さんが刃付け職人っていうふうに、まあ、ある意味こう安易な考えで入られたっておっしゃってたじゃないですか、はい、その中でいや俺はやっぱりこれでやっていくんやっていうきっかけとかっていうのってあります？やっぱこう
あの自分の商品作り出したあたりからはちょっとガラッと変わってきたかなと思います。やっぱり中村さんのところ行ってた時は中村さんの名前で出る商品を手伝ってたというだけやったんですけど、やっぱり自分の商品を自分で作るってなったら気持ちが変わってきましたね。どちらかというとそれが職人になろうと思ったきっかけかもしれないですね。ああ、かもしれないですね。そこまでは割とふわっとした感じでやっぱりやってたところもあったと思いますね。ありがとうございます。で、じゃあ御社で工房を建てられてやっていこう、3年半前始まりました。まあ言うたら独立っていう形になるわけじゃないですか。全く皿から建てたイメージというかは少しあって、うち残念ながら包丁がメインではない、園芸関係がメインで、まあ昔包丁も持ってましたよっていう感じだったので、本当にまあ一から僕ともう一人その営業以外がほぼ包丁の知識がないままに工場を作り出す。工場作るってなるともう本当に一から作るってなった時は、パツケに関してはもう僕しか知識が会社の中でないので、一から全部用意するっていうのがやっぱり、それはなかなかやっぱ大変でしたね。円筒あるんですけど、円筒の下の枠組みどうすんねんとか、あのサイズ感どうすんねんとか、一個一個に、あ、こんなこと考えなあかんねんなっていうのを、その辺がやっぱ大変でしたね。で、そう、こう、まあ、工場を建ちました。こう、肩はずっとされてて。そうですね。両場になって、まあ、ちょっと、矢内さんに教えていただいたとしても、やっぱり、こう、両場の知識っていうのと、やっぱり肩の知識っていうのはかなり違うものやと思うんで、そういったところの難しさっていうのをちょっとお話しいただけますか。もっともっとやっぱり出場を置くと入れたので、厚みの差が、もう、運命の差というか、まずそこにちょっとと思いながらも研いでましたね。あと、まあ矢内さんからに教えてもらう前にちょっとその自分で両刃をこうどう研ぐかみたいなやって試してたんですけども、矢内さんにやり方をちゃんと教えてもらうと、まあ、全然違ってって、なるほどこんなことをするのかっていうのがなかなかこう伝えにくいんですけど、まあそれを見ただけでもなかなかこう自分の中に取り込めないんですけど、まあ矢口さんの動画を撮らして、あのやってる風景を撮らせてもらって、自分の、まあ、体に落とし込むっていうのに工場できて、その後1ヶ月はまだ全然動かない状態でずっと練習、両刃の練習だけをしてるような状態で、そこ1ヶ月でなんとかこう、まあ今考えるとなかなか出来栄えとしてはまあめちゃくちゃ良かったわけではないと思うんですけど、形にはしていったかな。なかなか形になるまでは、しんどかったですね。1ヶ月でっていうとすごい早いように私思うんですけども、もちろんその前に円筒の使い方やったりっていうのはね、出刃やったり肩研いではって慣れてたかもしれないけど、全然違うじゃないですか。で、全然違いましたね。で、それを1ヶ月で商品にできるっていうのって何やったと思います？自分でちょっと自己分析してみて。まあ、あの、映像に撮れたっていうのは多分大きかったやと思います。もうそれひたすら自分の動きと矢内さんの動きがどう違うかっていうのを常にこう、映像を見てはやるっていう作業でしたね。どこがどう違ってるかっていうのはもうひたすら研究したというところですね。びっくりというか、すごいスピードでというか、工場できてしまってるので会社としてもやらざるを得ないというところもあったと思う。あのケツ叩かれてたというか、工房に僕しかいなかった状態なので、まあ本当に環境が良かったっていうのもあると思いますね。あの誰に指図されることもないというのは、逆にやっぱりこう自分で考えないとできないところがやっぱ大きかったんやと思いますね。あとはこう集中力がこうやっぱ高くないとダメやなと思って、
同じ作業をやる中でもやっぱり打ち物なんで全然同じもんなんですけど、同じ取り方すると成功しないというか、その微妙な変化をこうどう理解するかとか、それにはやっぱり集中を常に高く持ってやるというのが、やっぱり10枚持ったら10枚同じわけにはいかないので、10枚とも商品にしていくという、その1ヶ月間作って練習状態で作ってた時も、もうそのやってる時自体はもうそのもの自体、包丁自体しか見てないような状態でずっと集中してたというのは、まあ、矢口さんの教え方も重かったと。で、今じゃあその、まあ、最初の苦労をちょっと聞いたんですけども、今現在の苦労っていうのを聞かせていただければと思うんですけども。そうですね、やっぱりあの包丁の、まあ、完成形に、まあ、刃付けの状態で近づけたいなというのは、包丁自体がやっぱり、まあ、思ってる人が研いで刃をつけて完成させる、まあ、あの切れ味が絶対落ちる以上絶対研がざるを得ないということは、やっぱり完成という意味ではやっぱり持ってる人が研ぐっていうのがやっぱり完成形やと思うんですけど、格闘石とやっぱ円筒の違いで、僕らはもう円筒でしか研いでないんですけど、やっぱり格闘石と円筒の差があるので、どうしても円の砥石で研ぐと丸くえぐれたり丸く研げてしまったりするので、角砥石で研ぐとピンと切り立ったようにまっすぐ研げてしまうので、そこへどう近づけていけるかっていうアプローチが苦労してる点ではありますね。じゃあその今の苦労していることをどういうふうなアプローチで乗り越えていこうとしてるかっていうのって、ちょっと聞かせてもらったりできます？結構やっぱ手間をかけるっていうところに尽きると思うんですけど、人がやれへんところをやっていく、まあ、あんまり手かけてしすぎるとできてこないので、どこに力かけてどこはこう抜いていくかみたいなところも考えてはいるところですね。今は割とかなり手かけた状態で作っているので、本数自体も少ないので。ではそこから苦労も大変多いと思います。職人さんとして妙利に尽きる嬉しいこと教えていただけますか？そうですね、やっぱビチッとできた時はやっぱり嬉しいですね。なんかこう書道とかそういうのをやってるような感覚なんですかね、こう綺麗な字書けたなとか、やっぱりいろいろ工程あって全部の工程が綺麗だった時は、ああビチッとできたなと思うと、後でまあ見返して今回のめちゃくちゃようできたなっていうのはめちゃくちゃ嬉しいですね。やっぱり一個でもこう汚いとそこに目立ってしまうので、割と全部が綺麗にできると綺麗に見えないという、だから全部の工程が結構重要になってきたりすると思うんですけど、それが全部こうビチッといった時には、ああ全部っていうのは、うん、ものすごく嬉しい。なかなかこう芸術家的な。ありがとうございます。じゃあこっから丸山さんがどこを目指して仕事されてるのかなっていうところを少し聞かせていただけたらなっていう。教えていって職人増やしたいっていうところはありますね。結構こう時間のかかることをやったりするので、まあ、今一人教えてるのが1年たたんぐらいなんですけど、まあ、ちょっと三徳に関しては割と完成ぐらいまで持っていけるようになりつつあるぐらいで、一人教えるのにまあ1年半ぐらいで、まあ、技術的なことは大体教えられて、そこからはまあ自分でやっていくような形でできるかなと、今なんとなくこう教えてて思うので、まあ、自分のもちろんあのやってることも技術を高めていくっていうことももちろんそうなんですけど、まあ、教えて いければいいかなと思いますね。いいですね、なかなかこう未来が明るいですね。ありがとうございます。次は仕事終わりの楽しみ、もうお酒ですね。僕はもう 確実というかもう
割とそのためにやってると言っても過言ではないですね。何飲まはるんですか？もう日本酒と最近ウイスキーを、まだ結構ウイスキー飲み出して最近なんで、スコッチしかまだ攻められてないところではあるんですけど、あと日本酒はまあかなり結構な頻度で飲めます。あとウイスキーに関しては日本のウイスキー高騰してるので割とブームが来てるんやな、うん、ウイスキーは沼ですよ、気をつけてくださいね。ですよね。もう今僕をものすごくお金かけてちょろちょろ買い漁ってますんで、まあ、本当にお酒ですね、やっぱり仕事の楽しみ。ありがとうございます。皆さん多分ね、たけしの挑戦状ってずっと見てなんでやろうって思ってると思うんで、T シャツ、インスタグラムで昨日は龍馬 T シャツやったみたいで。そうですね、なんか割と収集癖があったりするので、お土産物のくだらない T シャツをちょっと買うようになって、そこからもうなんかのべつ関係なく、やっぱ収集ってこう何にも関係なく集めるっていうのがやっぱ収集だと思うんですけど、割とこれとかはおしゃれな方やと思うんですけど、割とダサい、もうお土産屋さんっていうのの T シャツを割と絶滅してしまうんで、それを買い漁ってますね。何枚ぐらいお持ちとか把握されてますか？いや、把握してないんですよね。だからもうとりあえず旅行へ行ったら買う、まず T シャツを探すっていうのから始まってます。もう旅行の目的がちょっと変わってきてるっていう、ちょっとまあ、例というか、どっかの吊り橋があるんですよ。もう夢の吊り橋っていう、ようわからん文言を書いてるっていう、この、しょうもなさが、すごくいいな。逆におしゃれじゃないですか。いや、まあ、おしゃれだと思います。いや、なかなか、でも、これがおしゃれとは、なかなか伝わらなかったりしますね。女子とかに。じゃあすいません、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。 Well, thanks for watching. Hope you enjoyed it. If you want to check out his product, see the link in description. Also, if you want to see other interviews, check the playlist.